実は美味しいものを作ってる音だよ。え、これがお料理している時の音？まるで爆発してるみたいだよ。今日は美味しいお料理を爆発させながら、爆発して弾ける秘密を解明していこう。爆発？ひえー、ドゥインクッキングショータイム。爆発、もう終わったみたい。そうだね。せーの、じゃじゃーん。うわー、ポップコーンだ。美味しそう。ポンポン弾ける、みんな大好きポップコーン。ポップコーンって何からできてるか知ってる？なんだろう。ポップコーンはね、トウモロコシの粒からできてるんだよ。トウモロコシ？見て見て、これがポップコーンの種を半分に切ってみたものだよ。わわ、この外側の黄色い部分が硬いでんぷん、硬質でんぷん。中にある白い部分は柔らかいでんぷん、軟質でんぷんだよ。ここにはね、芽が出るための水分と養分が入っているんだ。この水分がね、ポップコーンを弾けさせるのにとっても重要なんだよ。へえ、どうしてポップコーンポンポン弾けたの？わかりやすいように実験しながら説明するね。中に入っているのはエタノールというものなんだけど、これがトウモロコシの中に入っているお水。外の袋がトウモロコシの外側の黄色くて硬いでんぷんの部分だと思って見てみてね。これがトウモロコシの皮？はい、熱湯をかけてみるよ。トウモロコシを温めるとどうなるかな。わあ、どうなるのかな。わあ、膨らんでる。ね、膨らんだね。こんな風にトウモロコシの中に入っているお水は目には見えない気体、水蒸気という体に変身するよ。水蒸気？水蒸気はお水よりもずっとずっと体が大きいから、内側から黄色くて硬い部分をどんどん押して膨らんでいくね。だからね、黄色い硬いでんぷんの部分が水蒸気を押さえつけて頑張っているんだけど、このままどんどん膨れ続けて、中から押す力がずっと強くなって、黄色い硬い部分が耐えきれなくなると一気に爆発とか。こうやってできたのがポップコーンだよ。ポップコーンさんたちの不思議な形は爆発の形なんだね。みんながいつも食べているトウモロコシは外側の硬いでんぷんの部分が薄いので、ここの部分がすぐに破けてしまってポップコーンになることができないんだ。爆裂種という種類のトウモロコシだけが爆裂、ドカン、ポップコーンを作ることができるんだ。爆裂種のトウモロコシの中でも粒の形が異なる2種類のトウモロコシがあるんだよ。縦長でほっそりとした形の粒、バタフライ型と丸みを帯びた粒、マッシュルーム型があるんだ。バタフライ型のポップコーンは腸が羽を広げたような形をしていて、サクッと軽い食感が特徴なんだよ。塩コショウとかパウダーで味付けするのがおすすめ。マッシュルーム型はね、コロンと丸いキノコのような形をしていてね、カリッとふんわりとした食感を楽しめちゃうんだ。カリフワ？カラメルやメープルシロップなどソースでコーティングするのがおすすめだよ。うわー、おいしそう。食べ比べてみたいね。バタフライ型にマッシュルーム型、いろいろ食べ比べてみたいね。キラキラリン。じゃあ早速ポップコーン作っていくよ。よっしゃー。みんなはフライパンを用意してね。フライパン。ウィンクルさんは中が見えやすいようにガラスのお鍋を用意してみたよ。オリーブオイルを大さじ1杯入れるよ。オリーブオイル。ポップコーンの種大さじ1杯と2分の1入れるよ。ふむふむ。お塩を小さじ2分の1入れるよ。はーい、中火にかけるよ。中火だね。中火にかけるよ。そしたらヘラで混ぜていくよ。炒めるよ。おお。わわわ、ポップコーンの種が少し白っぽくなってきたよ。ポップコーンが白っぽくなってきた。破裂する。わっ、蓋をするよ。はい、ポポポポポーン。おお。わあ、ポンポン言ってきたよ。おおおおおお。うわあ、ポンポンポン、ポポポポーン。いい音がするね。ポンポン言ってて楽しい。あ
火から浮かしてフライパンを揺するよ。弾ける音がしなくなったら火を止めるよ。火を止めるよ。1分程度経ってから蓋を開けたら出来上がり。開けてみるよ。3、2、1、オープン。わー、できたできた。おいしそう。よし、カレー粉を入れてカレー味のポップコーンにしようかな。いい匂いがするよ。熱々のうちにおなじみ。じゃじゃーん、クッキングシートで作った紙風船だよ。紙風船だ、ポンポンポン。うん、この中にポップコーンの種を入れてレンジにかけると。レンジでも？うん、ポップコーンができちゃうの。わわー、うん、とっても簡単だよ。ポンポン弾けるレンジでポップコーンの作り方。じゃあ、ポップコーンの種とオリーブオイルとお塩を混ぜ合わせていくよ。ポップコーンの種は大さじ2杯。大さじ2杯。はい、お塩小さじ4分の1。お塩。小さじ1を4つに分けた1個分だよ。あとはオリーブオイル小さじ1と2分の1入れるよ。オリーブオイル。1杯と半分。そしたら混ぜ混ぜするよ。混ぜ混ぜしたら、この紙風船の中に入れていくよ。この紙風船はね、30センチ30センチの正方形で折った紙風船だよ。スプーンを使って紙風船の中に入れるんだね。ほいほい。はい、ポップコーン入ったよ。こっちも入れるか。入れるよ。はい、紙風船の中に入ったよ。どうなるかな。ウィンクルさん、何描いてるの？お？僕の顔？ヒッヒッヒッヒ。ヒラリのだよ。似てないよ。ねえ、そっくりだよ。もっとチャーミングで可愛いよ。ね、こんな風に絵を描いたりしても楽しいね。うん。ちなみに重さを測ってみるよ。重さを？うん。はい、じゃあね、このキラリのポップコーンは18g だね。じゃあこの可愛いチェックのポップコーンの重さは 10g。 さて、電子レンジで温めたらこの重さはどうなってるかな。どうなるかな。重くなってるかな。変わらないかな。軽くなってるかな。どうなるだろう。レンジね、みんなも考えてみてね。はい、そしたら 600W のレンジで3分から4分ぐらい温めるよ。すぐできちゃうね。うん、楽しみだな。音を聞いて観察してみよう。温めスタート。お、レンジの中でポンポン言ってるよ。ポンポン言ってるよ。わ、いい香りがしてきた。ポンポンポン、ポポポポン。3、2、1。熱いから気をつけてね。うん、気をつけるよ。お、すごい、中にポップコーンが入ってる。お、まだなりきってないのもいるから、もう1分加熱してみるよ。気をつけてね。キラリが怒ってるよ。さて、重さはどうなってるかな。どうなってるかな。まずはキラリのポップコーンから。レンジでチンする前は 18g だったよね。ドキ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 。お、16g。 わわ、軽くなりました。減ってるよ。チェックの紙風船のポップコーンは9g。 お、1g 軽くなりました。なんでだろう。みんなの予想当たったかな。重さ減った ね、 ね、軽くなってたね。種の中の水分が水蒸気に変わって外に逃げていってしまったので、その分重さが軽くなったんだね。なるほど。キラキラリン。じゃじゃーん。うわー、ポップコーンができてるよ。それ、ポップコーンさんたち大集合。こっちの紙風船のポップコーン。うわー、はい、ポップコーンできたよ。わーいわーい、ポップコーンできたよ。ねえ、電子レンジでも簡単にできちゃったね。簡単に作れちゃうんだね。
もう待ちきれないから早速食べてみようか。さっきからつまめないパクパクしてるけどね。はい、じゃあ電子レンジで作ったポップコーン。うん、サクサク軽い食感でね、うん、パクパク、うん、止まらないよ。止まらなくなるね。オリーブオイルが効いてて美味しい。パク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 、ね、カレー味に味付けしてみたよ。カレー味いいねいいね。ちょっとパセリもかけてみちゃった。おー、いいね。カレーの味。うん、最高。今日はね、バタフライ型のポップコーンだったけどね、マッシュルーム型でも食べ比べしたいね。今日やったように、弾ける様子を観察したり、音を聞いたりして楽しんでみてね。塩味でもとっても美味しいけど、のり塩味とか、コンソメ味とか、チーズも美味しそう。ラーモンシュガーとか、いちご味とか、抹茶味にも挑戦してみたいな。バター醤油とか、うん、バター醤油も美味しそう。みんなもいろんな味で試してみてね。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーで、また笑顔のかけらがたまったよ。うん、みんなも今日ご紹介したポンポン弾けるポップコーン、ぜひ作ってみてね。みんなの作ってみたいお料理もツインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバーイ。キラキラリン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。上だよ。当たったかな。またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は